よろしくお願いいたします。皆様、お晩でございます。国民を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げます。まず、三の巣の上の選手諸君、平成24年度全国高等学校総合体育大会、相撲競技大会、県第90回全国高等学校相撲選手権大会、団体優勝、おめでとう。さて、8月3日から5日まで、長野市の M ウェーブを会場として、開催されました当大会の団体優勝祝賀会の開催ご案内をいたしましたところ、相撲関係者をご紹介いたしますけれども、激戦を勝ち抜き、史上16年、通算で3度目の全国高校総体団体優勝を成し遂げることができました。今年のチームは、昨年の9月、新編成以後、本年2月の第26回選抜高校相撲白崎大会を16年ぶりに団体制覇をし、3月には高知市で開催されました第63回全国高校相撲新人選手権大会は優勝を逸したものの準優勝に輝き、また5月の第96回高校相撲金沢大会はベスト8で敗れましたが、8月の全国高校総体でこれらを見事にリベンジを果たし、その余勢を買って8月15日第61回選抜高校相撲パワー大会もこれまた16年ぶり6回目の優勝を達成したところでございます。9月2日の第55回選抜高校相撲宇佐大会では団体戦は3位でしたが、個人戦を制覇し、この2月から9月までの8ヶ月間にわたる相撲シーズンを終えることができました。これらの快挙は山崎監督を先頭に3人のコーチ陣と相撲部員が一団となって戦った成果ではありますが、それにも増して地域の皆様方のご協力ご支援の賜物と改めて厚く感謝を表彰する次第です。本日はお時間の許す限りご懇願の上、全国高校総体と他の大会の優勝を合わせて祝賀いただきますとともに、来年度に向け新編成されました相撲部員をしっと激励くださいますようよろしくお願いいたします。結びにあたり、我々相撲部 OB 会および県相撲連盟上東さん支部三の相撲部府警会は力を合わせて今後とも支援する所存でございますけれども、本日ご参加の皆様方におかれましても引き続きご協力ご支援賜りますよう重ねてお願いを申し上げ挨拶といたします。本日は大変ご苦労様でございました。
きまして、来賓の方からご挨拶をいただきたいと思います。本日は多くのご来賓がお見えですが、大変恐縮ではありますが、本日は1名様だけとさせていただきます。それでは来賓挨拶です。地元十和田市長であります小山田久志様にお願いしたいと思います。小山田市長、よろしくお願いいたします。でございます。今日はこの祝賀会にお招きをいただきまして、まずありがとうございます。さて、先ほどスライドと申しますが、映像を見させていただきました。8月の初旬に全国インターハイで見事三能の相撲が団体優勝したということでございまして、本当におめでとうございます。十和田市民を代表いたしまして、心からお祝いを申し上げたいと思います。そして今年の8月の19日、これは日本相撲連盟の公認の選抜高校相撲十和田大会でございますが、多くの市民が毎評判のある三能の優勝を楽しみに、たくさんの最近にないくらいの観客が相撲場に集まっておりました。そういったプレッシャーの中で見事また三能が優勝していただきました。本当に多くの市民に感動と喜びを与えていただきました。本当にありがとうございます。この優勝は本当に十和田市民の誇りでもありますし、そしてこの優勝、もちろん選手の皆さんの厳しい稽古に耐え、そしてまた勝利を重ねたその賜物だと思っておりますが、それと合わせ監督の先生、そしてまたコーチの先生、また相撲 OB 会の先輩方、皆さんのご支援の賜物だと思っております。心からまた敬意を表したいと思います。さて、このご存じの通り、青森県かつては相撲王国青森と言われた本家でございます。そういう中にあって、三能は三能といえば相撲、相撲部といえば三能、それぐらい皆さんに知れ渡った実績があります。しかし残念ながら、その後しばらくの間、優勝という声はなかなか聞けなかったのは本当に残念でございます。そういった中で今回16年ぶりに、いわば三冠と申しますか、全国規模の大会で優勝されたということで、三能相撲部の復活ということがまさに当たるかなと思っております。本当にありがとうございます。この十和田市でも子どもたちが、この小学生でございますが、全国のワンパク相撲で優勝、横綱を取ったり、また中学生も頑張っております。また27年ですか、十和田で全国の中学校の相撲大会が予定されているということでございます。こういった子どもたちの本当に皆さんの活躍は励みになるものと思っております。どうか来年は長崎だそうでございますが、勝利を重ね、またこういう会をがあれば本当に嬉しいなと思っておりますので、今後ともご活躍をお祈り申し上げたいと思います。何よりも本当に選手の皆さん、最後 の優勝の瞬間はもちろん十和田でございますが、私も最後まで見させていただいて、思わず本当に両手を挙げて声が出ました。本当に皆市民に大きな感動を与えたことをいただいたことを改めて、本当にお礼申し上げまして、簡単でございますが、挨拶、お祝いのことはどういたします。本日はどうもおめでとうございます。